ミキヤへご来店くださるお客様で一番、まあ、耳にするなというお問い合わせというか疑問というか、はい、うちに来られた理由っていうのが、まあ、とにかくもういろんな靴を買って試した、もう足楽々とか幅広とか柔らかくて痛くないとか、まあ、そんなような言葉があるともついついこう買ってしまう。でもう何足も試したけどもうどれもやっぱり痛い、私に合う靴はない、で通販も買いまくったと、もうそれなのに私に合う靴がないんですっていう言葉一番多い気がしませんか。そうですね、そうですよね、なんかいたずらにね、うん、合わない靴ばっかり靴箱の中にいっぱい溜まっちゃったとかっていうことも、ね、言われる方もありますね。そうですよね。で私これどうしてかなってちょっと考えてみたんですけど、やっぱりあのただ単にこう柔らかければいいとか痛いから広い方がいいとか大きめがいいとかっていうんじゃなくて、まずどうして今まで買ってきた靴が足に合わなかったのか、どうして痛くなっちゃうのかっていうことをまず知るっていうことが近道じゃないかなっていうふうに思うんですね。っていうのは自分の足の特徴であったりとか本当のその足の大きさ、サイズですよね、サイズ、縦寸法だったり幅だったり、こうお肉付きだったりかかとの大きさだったりとか、まあ、外反母趾があるとかタコがあるとか足が低いとか、まあ、いろんなその方の特徴をきちんと知った上で、じゃあこういう足だからこういう靴の方が足にフィットするっていう、なんていうかな、目安というか、そうですね、うん、合う靴を選び出すための何か基準になるものをまずその知るということ、うん、そうするとあ、だから今までの靴足が痛くなっちゃったのねっていうことが分かると思うんですよ、はい。なんかうちにあの来てくださるお客さん足計測させていただいて、まあ、いろんなお話をお聞きしながらあのカウンセリングしていくんですけれど、あのやっぱり多いですよね、ああだから今までダメだったんだねとか、そうですね、あそういうことかって、こうすごくこう納得されるっていうのがそこにあるかなというふうに思うんです。だから正しい靴の買い方っていうのは今まで何ですかね、普通の靴屋さんで自分でこうあこれ良さそう、まあ、デザインで先に選んだりとか、あの足が痛い方はね、あちょっとこう幅広い感じだから当たらなくていいかもっていう感じで、まあ、自分で手に取って、まあ、片足だけちょっと入れてみるとか、まあ、でも今まで失敗した人は両足履くかもしれないですけれど、まあ、自分の自己判断であの選ぶっていうのが、まあ、今までの買い方だったと思うんですが、やっぱり靴って足を守るための道具でもあるので、サイズがちゃんと自分の足に合っているっていうことがすごく大事なポイントになってくるかなと思うので、自分の足を痛めないためにもまず、特徴を知るサイズを知るっていうことから始めることが、うん、解決の、まあ、糸口になるかなという、ね、はい、でそういうことのお手伝いを私たちこうシューフィッターという仕事があって、あの足のこととかね、靴のこととか、まあ、今までのこうずっと、まあ、失敗も含めてですね、いろんな経験が蓄積されているので、まあ、その時できる最善の方法をお伝えし、そしてまたあなたの足に合った靴選びのお手伝いができるかなというふうに思ってます、はいはい、どうでしょうか、うん、そんなふうに感じてますけれども、はい、そう今、うん、の言ったようにその数字的な足の数字的な問題すると、はい、やっぱりその特徴、はい、でその特徴の中には、うん、なんかの痛みのある部分がなぜそういうふうに例えばなったのか、うん、靴が原因なのか、はい、足にもその加齢によってお年を蒸すことによって変化もしてくるので、うん、そういう総合的なことってのはなかなかその自分の中で、全て把握しようというのは難しいと思うんですよね。そうですね。で、それをあの総合的に、把握をさせてもらってご説明をして、はい、なのでこういう靴はどうでしょうかっていうご提案するっていうのが、僕ら主義の仕事なのかなというふうに
ぜひ思ってます、うん、あのなので何かね、あの今まで、散々靴は買ったと、でもどれもこれも合わないっていうふうに思っておられる方は、ミキエをぜひ利用してみてください。そうですね。